Hi everyone, I'm back after a day off. We are playing Dynasty Warriors 9. I think yesterday was the first time ever since this game came out that where I went the entire day without playing, but we're back at it. And we're trying to get the quote unquote true ending. Well, that's just what I say. That's the how it with the correct dynasty win, or with the correct kingdom winning. And we're playing with Jin. The only character we have right now is Xin Xian Yang. This is chapter 7, which, if I remember, it's a really lengthy one. Let's get that booted up. In before I'm muted. Oh, I should be muted now. の決戦に勝利したのは孫権劉備の連合軍だった。曹操は天下を目前にしながら南進を諦め巨匠へと撤退。体制の立て直しを迫られる。 今こそが曹操一強の情勢を崩す好機。孫権は江東からの領土拡大に向け動き出そうとしていた。そして劉備の軍師諸葛亮もこの機を逃すはずがない。劉備を一国の主とするため静かに行動を開始する。 曹操、そなたのこれまでの事績、臣として並ならぬものである。故にその功をたたえ、魏侯の位を授ける。徐州、青州など10州をもって義とし、治めるがいい。はは、謹んで拝命いたします。曹操よ、この先 そなたは何を望むのだ。私が望むのは乱世の収束、それだけにございます。魏侯就任おめでとうございます。うん、これよりは一層国力の充実に力を入れる。 赤壁の大敗を取り返さねばな。殿、もはや覆せぬと承知で申し上げます。やはり私は今回のご決断に賛同できません。殿の道は漢の臣として成し遂げるべきでした。殿が帝位をうかがっていると見なされれば、いずれまた争いが起こりましょう。純一、お主は以後 巨匠にて政務に励め。それは、わしに対しもう詮索する必要はない。お主はお主にふさわしい場所でその才を生かせ。魏侯に就任し、魏王となり帝位につく。それが最も早く乱世を終える道です。しかし、 それは国の形としての話。人心を鑑みれば文爵殿の危惧が正しいのでしょう。殿の影響力はすでに帝を上回っている。魏侯就任は誰の目にも自然と映るでしょう。しかしだからこそ選んではならないのです。奪うものの断りはそれを奪われることも肯定します。 殿がご健在のうちはそうならずとも、いずれ誰かが報いを受けるでしょう。同族とはいえ、我らが同じ意見である必要はありません。俺は殿の選ばれた道を甘んじます。
ですが、文尺殿が危ういと思うならば、諌めるべきです。私の話など聞いていただけるでしょうか。行く道を肯定できない軍師など、殿にとってはもはや。This even after he takes an Ella Chibi. 言葉が届かなければ意味がありません。私はどうするべきなのでしょうね。All right, it's time to get going. Oh, it transported me way the heck out there.勢いは激しく、防衛部隊がかなり押されています。おっと、これ一大事だ。せっかく曹操殿が義行に就任したっていうのに祝い気分も吹き飛ぶね。孫賢明、俺たちを中原に押し戻すつもりか。羽林に続き、公領まで失うわけにはいきません。急ぎ救援に向かわねば。果たして孫賢の狙いは俺たちを押し戻すだけでしょうか。彼らは赤壁での勝利の勢いに乗りたいはず。それにしては今回の進軍は初動が遅い。他の何者かと連携していると考えるべきです。うん、純勇殿の懸念はもっともだ。孫賢と同盟関係にある劉備領袖軍閥の馬道、周遊なら当然手を回しているだろう。領袖の軍閥か。馬頭は以前孟徳の暗殺に加盟していた。義行就任に対して事を起こすとも考えられるが、巨匠を手薄にするわけにはいかん。ならば公領の救援にも多くの兵は避けんか。まだ軍の立て直しも途中だというのに。とにかく自分たちだけでも先行して公領の救援に当たるとしよう。僭越ながら私もお力添えいたします。いいのか。お前は巨匠にいろと言われているはず。ええ、殿から出陣を命じられることはもうないでしょう。ですが乱世を収束させるためにはこの状況を乗り越えねばなりません。なせることがある以上私も動かなければ。わかった。ならば俺たちと一緒に来い。孟徳への弁明は考えておけ。もっともお前ならば心配ないだろうな。加工殿殿、ありがとうございます。純勇、味方はかなり押されているようだな。孫吾の軍はすでに長江を越えて上陸。こちらの戦線を切り崩しています。連携の懸念があった劉備軍は破食を進行中です。しかし慶州にも兵を残しています。十中八九孫吾に援軍を送ってくるでしょう。ここでも劉備か。やはり早く潰しておくべきだったわ。孫吾を破っても横腹を突かれてはたまらん。この地は放棄して撤退命令を出すべきか。はい、現在動かせる兵力を鑑みればこちらの勝利は望めません。被害を最小限に抑えるため今すぐ撤退を。いえ、ここは孫吾を押し返しましょう。それをもってこちらの勝利とするべきです。
何か策があるのだな。分かった。純一の言う通りにしよう。ありがとうございます。Yeah! They, I can't believe they did that! 救援しましょう。He just called the wrong name! In the subtitle. 劉備軍が到着するまでが勝負です。可能な限り、敵の戦力を削ってください。今回五軍の指揮を取るのは周瑜。赤壁に布陣する彼を倒し、敵を退けましょう。今回は文爵殿の戦略に乗りましょう。戦略あっての戦術、局面打開は俺がします。 OK、 I've got a lot that I need to do in this sub chapter, so let's go ahead and do that. First thing we do is report the arrival of reinforcements. Yes.直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。援軍ですか？ありがたい。学人様にも早くお知らせを。ご足労いただくとは恐縮です。どうかされましたか？城を守る援軍とはありがたい。これ今はこの喜びをかみしめましょう。ワン、yeah, 素晴らしい身のこなしですね。参考になります。 All I did was walk to you. Okay, what's next? Let's get noticed next. Handang first. Let's get ourselves noticed.共に戦えること心より嬉しく思います。感服つかまつった。これぞ武の神髄。Yeah, let's go Ganning next. この地の攻防は戦局を左右しうる。私たち
That also went well. ここは下がるしかなさそうだ。今はこの喜びをかみしめましょう。なるほどな。いいものを見せてもらった。新たな着想を得られそうだよ。 Let's go after Lucian. Now, I'm not going to be able to do this. Shikashi, Keishu is a song of the world. I'm just going to sell him. で参りましょう。まずこれほど力があったとは。申し訳ございません。敵将討ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。 お前の戦、並大抵ではないな。素晴らしい才をお持ちですね。共に戦えることを心より嬉しく思います。Where are we heading to next? Let's get this 35. I was just reporting the arrival reinforcements. And that was it. I'm skipping that one that makes you directly go directly out to sea. I don't care about some of these secondary clashes. こんなものだというのか。船着き場が解放されましたね。
これで船に乗ることができます。今はこの喜びをかみしめましょう。お見事、見せつけてくれますな。足場を崩し、戦意を損。孫悟のため、周遊殿のため、怒涛となりて、慶州を突き進まん。ねえ、いささか部が悪いか。だが、引くわけにはいかん。ホーシー。ここで敵をとどめねばならん。たとえ戦士になろうともな。それがしが相手になろう。いきますわ。敵の足場を崩し、戦意を損。敵の守り、破刀を砕く岩のごとし、打ち崩せぬとは無念よ。敵将、打ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。 My horse stuck again.見事な働きだな。It was, but now it's not. There's still one out there. You know, let's go back together.Go right to her. I think both of the twins are done after this chapter. We can go back. Now it's sunset.味わわせてやるわ。
来る戦闘に備えるのだ。行きますわ。えい。Another. ふかくを取ったか。とも、申し訳ない。敵将。取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。素晴らしい身のこなしですね。参考になります。驚きました。想定以上の戦果です。I was wondering why I hadn't yet. Took a while to print, confirm that the mission completed.Now we're heading towards Chibi. Nerai wa sadamatta. Teki no ashiba wo kuzushi, senin wo son. Yoshi.直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。決心は天下二分には必要不可欠。ここで引くわけにはいかぬ。周遊、我が輩がついておる。この勝情熱のすべてこの戦に注ぐがいい。笑顔で参りましょう。我らの勢いをくじくとは。ここは策を練り直さねばならん。撤退する。なんとか押し返すことができたか。ジュン、次はどうしよう。そうですね。ただ待ちましょう。西方からの知らせは。はい。孫悟の軍は長江の向こう側に押し返せたか。だが兵を補充すればすぐに戻ってくるだろう。現状を打破したとは言えんな。先ほど石膏より報告がありました。西からこちらへ向かう一軍を派遣、率いているのは関羽殿。ここで出てくるか、関羽。味方が損耗した今、これ以上の戦闘は厳しい。急ぎ籠城の構えを整え、援軍を要請するべきか。いえ、籠城は状況の打開につながらないでしょう。高梁を維持するにはこの先も劉備と孫権の攻撃に耐え続けなければなりません。西にも敵を背負う今、それは不可能でしょう。ならばどうする。みすみす高梁をくれてやるわけにもいくまい。いえ、ここは関羽に高梁を取らせましょう。そうすれば劉備と孫権の同盟に圧力を生むことができるかもしれません。なんだって、そんなことが可能なのか。話が飛躍しすぎて全く読めないぞ。赤壁の戦い以後、劉備の軍師諸葛亮は劉備を孫権と対等な立場に立たせようとしています。ならば中原への足がかりとなる慶州は何としても手に入れない。 Shouldn't you know what he's talking about?諸葛亮が高梁を孫権に譲るとは思えません。この状況を利し孫劉の同盟に楔を打ち込むとは、
さすがですね、文雀殿。よし、純育の策に乗ろう。軍を上陽と深夜まで引かせるぞ。劉備と孫権がこのまま同盟を続ければ、曹操殿の道も危うい。ですがこの策で、それは避けられます。なすべきことはなしました。さあ、巨匠に戻りましょう。私にはもう一つやるべきことがありますから。敵将討ち取りましたわ。素晴らしい才をお持ちですね。共に戦えることを心より嬉しく思います。Do that automatically. せっかく皆で守り抜いた土地を手放すとは、策のためとはいえ少し悔しい気分です。分裂よ、お主のその思いは正しい。だからこそ孫権らも我らがわざと光陵を手放したとは考えまい。この純育の策、あるいはこの先の布石になるやもな。うん、今何か物音が。殿、お下がりください。Isn't this where we kill Ma Teng? Yeah, I might need this for... Wasn't his horse. Oh, he went down easy. Also, how close are we to the... About 6,500 left.
Well, I think we'll easily get there by... Get to 100,000 by chapter 13. バトウが私の暗殺を仕組んだことはすぐ伝わる。間もなく領主の軍閥が攻めてこよう。バトウの息子は武勇で名高い金馬長。すぐに軍勢を整え、洛陽に向かうのだ。は、承知しました。 Just fast travel there. Level 43.馬長らが攻め込んできているか。多いよ。戦況はどうなっておる。馬長、関水らは道館に布陣しています。正面からぶつかった我が軍は敗走。現在は洛陽と保半神の守りを固めています。馬長を勢いづかせてしまい申し訳ありません。いやいやいや、援軍が遅れちまったせいだ。すまねえ。いえ、 援軍が来なかった事情も分かっています。その代わり、花崗園殿からは援助物資をいただいていました。ありがとうございます。何？いいってことよ。こっからは俺たちが馬長の相手をするから、少し休んどけ。な。いえ、それはできません。ようやく洛陽の防衛から抜けて馬長の首を取りに行けるのですから。ああ、そう。 お前がそう言うならいいけど、よ。敵は連合軍。その勢いをそぐためにもどうにか連携を崩したいところですが、正面にいる敵はかなり士気が高い。押し込むのは骨が折れるな。道館の北側はいかがであろう。甲賀を渡ることができれば敵の背後をつけ申す。正面から当たるか、 溶かして背後をつくか、どちらにしても厳しい戦いになろう。だが職に劉備、呉に孫権がいる今、孔子の憂いは立っておかねばならぬ。馬長らの勢いは盛んだが、ここで必ず打ち果たすぞ。 Let's go the other way first. If I remember, Madai is going to retreat here. I'm going to cut it off. Tanki de Tekijin ni norikon de kita. Daga, tadakau tsumuri de wa nasa sou da. Naruhodo. Nani? Hou, kore wa. Tashika ni tegami wa azukatta. Thank you.
た。この挨拶で馬上様に報告しなきゃな。レンレン、関水様が義の将と接触していた模様。まさか敵と通じているのか。関水殿をこのまま看護機関に置くのは危険か。関水殿に伝えろ。すぐ道館の背後の守備につくようにと。関水様、馬長様より伝令です。すぐに道館に戻ってほしいとのこと。何、ここを引けというのか。さては、義の使者と話したことで疑われたか。馬長に弁明が通じればよいが、となれば義に下るもやむなしか。今はこの喜びをかみしめましょう。その際、捨てたものではない。ここを抜ければ義の本陣まっしぐら。俺頑張っちゃうよ。いやろ、奇襲を狙ってやがるのか。そう簡単にさせてたまるかよ。行きますわ。うまくいかなかったよ。ごめんね、若。敵将。打ち取りましたわ。今はこの喜びをかみしめましょう。いいぞ、その調子だよ。ああ、頑張ってんな。その調子でいけよ。Could do these. Now let's go ahead and do at least the two on this on this side of the river. Other way. Yeah, I might as well do this level 41 first. Go!
から道館を狙ってきたが、貴様らの思い通りにはさせんぞ。義軍の進撃、何としても食い止める。わかるしかない。我が軍の命運は風船の灯火か。馬長様、大変です。敵は黄河を渡り、我らの背後をつく気配。そんなもう俺たちに逃げ場はないんじゃ。勇者を怯えてしまったか。だが俺は決して早々には屈さぬ。恥の働きです。まさに絶美。義の勢い止められぬ。すまぬ馬長殿。やはり義は黄河を避けこちらへ来た。どうかもとこの王黎明が死守せ。並々ならぬ将とお見受けしました。ですがここは華麗に抜かせていただきます。笑顔で参りましょう。今はこの喜びをかみしめましょう。なんと壮麗な戦ぶり。任を果たせぬか、馬長殿。申し訳ない。今はこの喜びをかみしめましょう。感服つかまつった。これぞ武の神髄。 Yeah, I think that's all that's left. この地の攻防は戦局を左右しうる。私たちで守るぞ。覚悟せよ曹操。この地を脅かす悪魔、撃つ。笑顔で参りましょう。曹操様をいじめる奴は許さねえぞ。おいらが全部やっつけてやるだ。いざ尋常に勝負せよ。家に漢字を天下を渡してなるものか。伝令、平銀様、馬岩様、敗走。義軍がこちらに近づいております。馬長は馬氏を攻防に追いやった。ここで必死に戦っては死んじゃない。馬長、悪いがわしは裏切らせてもらう。全軍、魔女たちの背後をつけ。関水は裏切ったか。後方に引かせたのがあだとなるとは。俺が敗れるとは。だがまだ終わったわけではない。減らず口を。何度挑んでこよう、貴様らに葬儀は倒せん。 Alright. There goes my chow. こたびは深く劣ったが、俺は絶対に諦めぬ。艦の中心たる父の思いを継ぎ、国にあだなす貴様を俺が必ず打ち果たしてみせる。敗れてなお生きまいているようですが、馬長の一族を含め領州の軍勢はほぼ全滅。再起はかなわぬかと。戦果としては十分。しかし追うというなら止めはせんぞ。多いよ。深追
思いは毒だと知っています。馬長の瞳に映った絶望の色、今はそれで満足です。それにあの男には一族を失った孤独と叶わない夢にもがく苦しみを存分に味わってもらわなければ。ならばわしからは何も言うまい。巨匠を脅かしていた馬長らは廃した。これより公正に転じるぞ。狙いは孫悟、目標は十須公よ。赤壁の雪辱、今こそ果たすのだ。Isn't this where that long subchapter of the King of Wei's expedition is? Is that next chapter? Gou 軍の一部はすでに長江を渡って十須江に進軍中。全軍で攻めかかれば、孫悟の本拠、建業を落とすことは可能でしょう。ですが、剣業に向かう敵増援の目撃情報、覇色を制した劉備の次なる動向、時をかけるのは得策ではありません。ふっ、淳勇よ、赤壁以降、お主は以前に増して頼もしくなったようだな。速やかに実行を制し、剣業を攻め落とす。敵はまた策を弄してくるかもしれん。みな十分に注意せよ。岳文献、真っ先に敵陣に飛び込み、道を切り開いてみせます。おお、ピンときました。俺らなら必ず剣業まで攻め落とせますって。策の方は俺にお任せよ。そう何度もやられるわけにはいきませんからね。領州の勢いをくじき、皇庫の憂いは立った。Oh, maybe it's after that. 赤壁の借り、今こそ孫権に返すのだろう。Oh yeah, that's right. We get an ally for all this. その役目。It takes on the owl. この超武。承知した。That was easy enough. Yeah, all you got for is 300 experience. But it was enough for me to get a level up, so there you go. こんな、困難ではありませんわ。よくやった。その働き覚えておく。防御体制を取るのだ。随分と派手に攻めてきたな。ここは絶対に引かないぞ。これが叩きのめす。それはこちらのセリフだ。君たちには華々しくご退場いただこう。反撃行、欲に残る勝負を所望する。
き。そうだよ。ほう、お前の戦、並大抵ではないな。敵の痛いところをついておくか。狙うはあの地だ。行くぞ。直ちに守備配置につけ、来たる戦闘に備えるのだ。赤壁で大敗したことをもう忘れたのかい。だったら俺が思い出させてやる。あの戦を忘れたことなどありません。赤壁の雪辱、ここで果たします。譲ることはできん。何をしても俺が守りきる。やせえ、喧嘩しちまったな。もうこれ以上無理だってな。悪いけど見せてもらうよ。この喜びをかみしめましょう。See what's out there. 素晴らしい身のこなしですね。参考になります。Okay, screw that one that's out on the water. I can get the Dongshi one. Unless that one's also out on the water.Nope. I am not taking a water mission. And plus, we already did that stuff with Chappy Dune. All it's going to do is waste more time for me. For you, are watching this. Right now, there's no one, but we'll come across this on YouTube.この村人は、はい。ははは。いいえ、何か。実は、いいえ。
感謝します。Let's report to the messenger. うまくいったようで。ここの村人は。さすがですな。俺の活躍の場、残しといてくださいよ。一通りの情報は集まりました。では私は皆様にお伝えしてきますね。 Excellent. I'm still not going after that mission even though it's no. 敵に伏兵アイトの情報が届きました。敵の計略をあらかたつかめた。伏兵を殲滅するため急ぎ兵を派遣せよ。剣業に来襲、伏兵部隊が撃破されました。あれ、そうそう、我らの伏兵を見破ると、よし、もう伏兵はいない。これで思う存分戦えるぞ。うまくいったようです。困難ではありませんわ。よろしきお働き。何？余計だと？今後やっ気づかれるぞ。取り乱しては敵の思うつぼだ。よ、焦らずに迎え撃つ。行きますわ。これまでか。策を出し切れずに引かねばならんとは。敵将討ち取りましたわ。行きますわ。お前の戦並大抵ではないな。なるほどな。いいものを見せてもらった。新たな着想を得られそうだよ。破壊度が悪くなってきたか。すまんが、俺
それは引かせてもらおう。今はこの喜びをかみしめましょう。おお、素晴らしきお働き。Suddenly vanishes. これで味方を呼び込めるな。この船着きは義軍が使わせてもらうぜ。今はこの喜びをかみしめましょう。おお、素晴らしきお働き。よし、ここで防御体制を取るのだ。そうめ、この剣業にまで攻め来ると何があろうと引くわけにはいかぬ。私が相手だ。勝負してもらおう。帝徳号、戦とは何か知らしめん。笑顔で参りましょう。止めねばならぬのだ。父上、兄上から託された志、守ってみせよう。敵将、討ち取りましたわ。よっ、は
なるほどな。いいものを見せてもらった。新たな着想を得られそうだよ。I think there's still one other segment to this. より連絡。南より敵援軍接近。殿、このまま5を制圧するのは難しい。あと一歩攻めきれなかったか。だが欲を出せば、また手痛い返しを食らうことになろうな。合皮に撤退する。全軍に伝えよう。And then this is this part, the King of Wei's expedition. 周囲を失ったばかりで動揺しているかと思ったが、踏みとどまっていたな。敵ながら見事な戦だった。周囲なくとも孫権の下には有能な将が多い。しかし孫後の被害は甚大です。主要な将の力も知ることができました。石壁の雪辱は果たしたと言ってもいいのではないでしょうか。そうだな、満足のいく成果ではあった。加工と長領合皮にとどまり、軍の再編成を行い。わかった。満朝、孫権はまた必ず侵攻してこよう。合皮周辺の地形をよく調査し、防備の隙を埋めよ。承知しました。私の得意分野です。お任せください。孫権め、父や兄には及ばぬと思っていたが、よく軍勢を求めている。息子を持つなら孫権のようなものがいい。何をおっしゃるのです。殿にはすでに士官殿という素晴らしいご子息がいるではありませんか。うん、そうであったな。しかにこの父は今孫権を討つことがかなわなかった。お主であれば孫権を倒せるか。無論です。その言葉しかと聞いたぞ。次こそは絶対に孫悟を倒しましょう。そうすれば殿もあんなことは。士官殿。父よ、まさかあなたは。Yep, that's exactly what's happening. Oh, we're done with chapter 7. Alright. Alright, so that's it for chapter 7 of Jean. Thank you for watching if you're on YouTube, and we will keep going if you're watching live on the stream.